next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。皆さんお疲れ様です。今日は1月の18日なんやけど、最近車を購入して買った、今から買うんですけど、車を、納車すんのにアラバマってところまで取りに行ってきます。明日からで、行き品は飛行機使うねんけど、帰りは乗って帰るから1600キロぐらいあんねんけど、それを車を取りに行く動画を撮りたいと思います。で、その明日は友達、日本人の友達とご飯食べてアラババに泊まって、次の日も途中のノースカロライナに友達が住んでるんで、その子の家に泊まらせてもらいます。はい、では楽しみです。では行ってきます。お疲れ様です。今、どこやったっけ、あ、そう、アラバマに着いて、今から、トヨタの人が迎えに来てくれるんで、それを待ってます。なんかね、ワンストップやって、なんかノーストップじゃなくて一旦アトランタに泊まってから来たんで、結局時差あるの忘れとって4時間ぐらいかかりました。めっちゃなんか遠いって感じです。では失礼します。はい、今こっちの産地なんですけど、さっき車の納車が終わって今サイボールを購入して、これが私の車なんですけど、カローラのなんかです。アサイボールを今食べてました。で、外で食べとったら寒かったんで、車に戻ろうと思って、こんな感じで納車めっちゃ嬉しいですって感じで、動画を、なんか納車の時忙しすぎて説明めっちゃされてんけど英語やったから、なんか忙しくて動画撮る暇なかったんですけど、こんな感じで購入しました。今から近くのなんかアラバマのバーミンガムの近くのホテルに行きます。ではお疲れ様です。お疲れ様です。4時ぐらいにホテルに着いて、めっちゃ爆睡しとって2時間ぐらい、今から、アラバマ去年の大会でボランティアしてた日本人の女の子、唯一の日本人の女の子と、ご飯に行ってきますって感じで、では失礼します。はい、お疲れ様です。今夜の10時ぐらいなんですけど、先ホテル帰ってきて、なんかホテル帰ってきたら鍵が潰れとって、センサーなんですけど、センサーが効かんくて、で、鍵が潰れてると思って、鍵が潰れてるみたいな、このキーの方が潰れてると思って、で、行って、なんかライト光るみたいな感じで言われて、え、光れへんみたいになって、もう一回鍵直してもらって、行ったら、またセンサー、多分元の方が潰れとってって感じで、それを直すのに20分ぐらい待って。待って、やっと部屋に入りましたって感じで、今日は、日本人の友達とご飯食べに行って、ピザ食べて、
アイスクリーム食べてって感じで、すごい充実してた日を送れました。で、日本語もちょっと喋って、ちょっとじゃないけど、日本語で喋って、で、今日は納車して、明日今日一日ホテル泊まって、明日ノースカロライナぐらいまで帰ろうかなと思って、友達がエプソンツアーの友達がノースカロライナに住んでるんで、その子の家に泊めさせてもらおうかなと思ってって感じで帰省します。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。今日は朝の9時ぐらいに起きてジムに行って、今12時前なんですけど、チェックアウトして今から友達の家に向かいます。7時間ぐらいのドライブ、昨日のピザのラニレフトオーバーとともに行ってきます。はい、途中で泊まって今お昼ご飯をゲットしました。昨日も食べてんけど、アサイボールをまた食べます。風が、はい、今から7時間半ぐらいかけて友達の家に行ってきます。Kind of in between the two residence halls, kind of like you can peek from outside what it looks like, but just to take a look at it. Okay. And that is like the church and the quad. Mm-hmm. I don't know if there's parking there, so we might just like walk the church, mm-hmm. see the quad, and then we'll go back and pick up the car, and I'll show you the. So that's our large chapel. Okay. Super nice and chill place. So one thing that I really like about our school, yeah, it's really nice. We don't have those in the States that much either. It's just like school, like it's like just team practice facilities. Yeah. 今は何時？三時なんですけど。今日は朝8時に起きる予定が11時前に寝ちゃって、友達 の, あの大学のキャンパスと練習場みたいなを見学して、今は何時間ぐらいとか7時間ドライブしないとダメなんですけど、初めてストップして、なんかサンドイッチのお店めっちゃ有名、アメリカで、ポテトとグレードサンドイッチ、チキンサンドイッチを買いました。で、今から食べて、これからあと4時間頑張ります。やっと自分の家に到着しました。今は7時半ぐらいなんですけど、6時間ぐらい運転した。2日間で1600キロ運転しましたって感じで、今から帰ります。